適宜です。どうなんですか。来た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 、丁寧ぶりは知らん場所曲がりましょう。何だかんですか。すいません。あの理由述べてください。あのどういう根拠ですか。もうやめて、こっから入れない。じゃ根拠言ってください。山本さん、根拠言ってください。山本さん、僕はあの警察法に沿ってきとるんですよ。僕ね、財産の保護に来とるんですよね。ここに集会やっとるナノムの家はね、日韓、はい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 、何ここでやめてください。何請求権協定を無視してね、日本政府からね賠償金と称して金を譲りに来とるんですよ。僕財産の保護に来とるんですよ。やめてください。おかしいですか、僕の言ってること。じゃあ警察法に沿ってくださいよ。警察法と警察法に沿って言ってるんです。いや僕何条ですか。はい、言ってください。何条ですか。言ってください。あんな職権乱用罪ですよ。これ国民に義務のないことを要請しちゃダメですよ。言ってください。何言ってるんです。だから根拠を述べてください。僕は財産の保護に来とるんですよ。嘘つきばあさんがね、日本政府から金をね、騙し取ろうとしとるはげに、僕は財産の保護、そして安寧秩序を守るために来とるんですよ。警察法に書いてあるでしょ、安寧秩序を守る。日本政府見解でもね、賠償金終わっとるのね。そして資料もなし、何の証拠もなく日本政府に金出せということは、これは詐欺罪です。あなた詐欺罪の共謀共同正犯ですか。まっすぐ進みなさい。じゃあ根拠を述べてくださいよ。職権内容罪ですよ。警察法と警察法です。じゃあ何条ですか。はい、それ何条ですか。公安寧秩序を乱しとるのは誰ですか。原因は誰があるんですか。原因は入ってください、ね、あなたね、まずね、まあ谷垣法務大臣がね、こんなもん入国させてたらおかしいんですよ。安寧秩序、そして日本の利益を害する者は入国させてはならない。谷垣さんが悪いのはわかるけどもね。後ろ見て、後ろ。原因誰作ってるんですか。だから根拠を言ってくださいよ。はい、言ってください。僕は警察法に沿って協力してるんですよ。協力してるんですよ、はい、もうやめなさい、ね、何を言ってるんですか。根拠もなし。あなたね、左と一緒ですか。どこへ行くんですか。どこへ。あのね、ここね、京都工科大学校でしたっけ。これね、補助金出とるでしょ。これ利用規約に違反しとるんですよ。利用規約に違反しとるんですよ。やめなさい。公の秩序または善良な風俗を害しとるんですよ。そういう団体に貸すということは、これは利用規約に違反しております。全て私らが正しいです。だから法的根拠を述べてくださいよ。ここ法治国家でしょ、はい、述べてくださいよ。だからさっきからも言ってる通りです。お願いですか。だからさっきからも言ってる通りです。お願いですか。共産党から警備要請出てるんですか。言ってください。ね、こんなことをしてたらいつまでたってもダメですよ。ちょっと今ね、ちょっと待って、渋滞しますから移動しますけども、こんなことをいつまでも続けたらダメですよ、はい、ね、ね、内部改革してくださいよ。内部改革ね、自分らの上司が間違ったことをしてたら正すのが、それが日本の武士道、大和魂ですからね。やめてください、はい、移動しましょうか。進んでください。移動します、移動しますんでね、はいはい、もうこんなうるさいしたくないんですよ、警察の方とはね。それは岡崎富子が後ろいますわ。あ、後ろ、ちょっと待って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 、すいませんね、皆さん、すいませんね、ご近所の皆さん。京都工科大学校に皆さんの税金をゆすりたかろうとしているね、韓国嘘つき売春が来とるんでね、日本国民の権利としてやってまいりました。申し訳ございません。皆様の大切な税金が騙し取られようとしております。京都工科大学校利用規約に違反しておりますよ。助成金出とるでしょう。公の秩序を乱す、ね、公安を乱すようなね、団体に施設化したらダメですよ。分かってますか、あなた方。
皆様の税金が狙われております。工科大学校で集会を行っとる嘘つき監督ばあさん、学術的論争も終えております。皆様の大切な税金が騙し取られようとしております。以前70億日本政府から引っ張りました。その使い道も公表しないでどこに行ったんですか。何者の家のおばあさん、ねえ、ちゃんと真面目にね、晩年を怪我したらダメですよ、ね、日本のわけのわからん団体に担がれて、ね、どうせ人間死ぬんですから、あなた次あの虫嫌いになりますよ。北朝鮮の収容所の近所に来世生まれますぜ、おばあさん、ね、気をつけてください。もうね、我々の税金騙し取るのやめてください。詐欺罪ですよこれ、ね、警察の皆さん、僕警察法に基づいて協力しとるんですよ。財産の方は警察官の仕事でしょ。なんで？あ、利用規約違反しとるからね、ちょっと情報提供しに行くんですよ。利用規約違反しとるんですよ。財産許可見して、許可証見して。利用規約違反しとるんですよ。警察法守ってください。財産の保護、韓国ウソつきばあさんは日韓請求権協定を無視して日本政府に証拠もなく根拠もなくね、お金払えと賠償金を請求しています。これは詐欺です。証拠がないんですよ、これ証拠がないんですよね。ダメ、これ書いてないですもん。停止大戦書いてない、書いてない。流し天然するって書いてあるやん。おんなほんな書いてないで、お前はとりあえず 財産の方やねん。やめなさい。ここは通れない。ここはあかんの。ここは通れない、通れないね。え、これ財産の方に取るんですよ。ねえ、警察がちゃんとしてくれんやけんに、これ詐欺罪ですよ、詐欺罪ですよ。共謀共同正犯ですよこれ。で、職権乱用罪やね、これ。まだ書かなあかんの、俺公安委員会にも。めんどくさいなこれ。何をやっとるんですかねえ。こっちが安寧秩序を乱してるみたいに、そらお前金出せ金出せ言うてね、脅迫しに来よった。そら日本あの誰かと怒りますわ、そらねえ。第一にしろ持ってこい。え、金額順もな、嘘ついとるやんけな。自分の親に40円で売られたって裁判所で言うとるやないかい。で、河野団はあんな平成19年にな、我々の仲間が告発しとんや。その時に検事が何て言うたか知ってるか。犯罪かもしれんけど時効やから勘弁してくれよってんの。河野団はもう金額順終わっとんのじゃ。こらバカ、誰が恥を知れな、日本の税金な騙し取ろうとしやがって。お前詐欺罪やないかい。文句あったら一時しろ、持ってこい。アホ、あったくな。何言うてもお願いで、これね、もっと右から回れ。朝鮮人いましたね、あれ。いたな、ね、写真撮ったババアレそうっすよ。そのまんまや、ええ。どんだけやっとんじゃこれ。警察官、誰守ってるんですか。京都工科大学校に皆様の税金を騙し取ろうとしている監督ウソつき買収婦が集会を行っております。で、そこの工科大学校利用規約に違反しとるんですよ。公序良俗安寧秩序風俗を乱しております。で、皆様のご先祖様は強制連行などしておりません。それをしたと嘘ついて日本政府から金を騙し取ろうとしております。京都市民の皆様の税金が狙われております。京都工科大学校共産党系日本婦人の会、そいつが嘘つき韓国買収婦を連れてきて日本政府京都市民の皆様から大切な税金を詐取しようと算段しております。気をつけてください。嘘つきばあさんが京都工科大学校に滞在しております。詐欺の目を摘みましょう。おばあさんに詐欺罪を行わせないために我々は宣伝しております。皆様の大切な税金が狙われております。右から回ったら職権内容やな、マッチがなんかある。まあ泥棒が泥棒取り締まるからな。
これ表現の自由ちゃうんですよ。請求権協定でこれ日本政府見解からね、賠償金は表現の自由で逃げようも大きな間違い。降りてトラメガリ行きますか、ね、あ、そう降りてトラメガリ行きましょうか、みんなで、はい、うん、ならきちっと並んで走る、うん、ちゃんと回そうかな初見ないようですやっぱり他人がきっと外務大臣やね、この問題は、うん、外交問題になるからこれ入国させておくんですよ。もうなっとるやんね皆様の大切な税金が韓国嘘つき買収後に狙われております。京都工科大学校で日本政府から金を騙し取ろうと思っても思われても仕方のない手段で集会を行っております。警察の皆様は警察法に謳っている通り財産の保護も警察の役目でございます。日韓請求権協定で仮に買収後にお金を払うとしてももうそれは完了しております。それなのに金を要求するということは日本の財産権を侵害しております。警察は警察法に沿って仕事を粛々と行うように希望する。そして根拠もない従軍慰安婦違反日本の憲法に県関係に強制連行されたといい嘘をつきお金を騙し取ろうとする行為はこれは犯罪を犯そうとしているということです。犯罪の予防も警察法に謳っている通り警察の仕事であります。粛々と仕事を行ってください。警察の皆様は警察法に従って粛々と仕事を行ってください。日本国民の財産の保護そして犯罪の予防が警察の仕事でございます。犯罪の予防日韓請求権協定により支払い義務が終わっております。払うとしても支払い義務が終わっております。なのに何の根拠もなく日本政府から税金を騙し取ろうとしているそういう集会でございます。これは犯罪のこれを阻止することは犯罪の予防にあたります。警察法に沿って警察の皆さんは嘘つき買収婦が犯罪を犯さないように取り締まってください。そして財産の保護してください。何の資料もなく第一次資料第二次資料もなく嘘偽りの私の体が覚えているという証言一つで日本政府から金を騙し取ろうとしているんです。日本国民の財産が侵害されようとしております。警察法に沿って粛々と仕事を行ってください。よろしくお願い申し上げます。嘘つきババアが支援する団体が根拠としている金額順も日本の裁判所で日本人に強制連行されたのではなく自分の親に40円で民事されたと認めております。そして法の段はこれも平成19年5月我々の仲間が河野洋平を告発しました。その時検察は何と言ったか。犯罪の可能性が高い犯罪の可能性はあるが時効なので立件できないと。いわば河野談話みたいなものはほぼね、これは嘘だとね、でたらめだとこれはもう認定されておるんですよね。公文書偽造ですよ。河野洋平は国家公務員法違反ね、河野談話はそんなもんですよ。
ただのつぶやきですわ、つぶやき。悔しかったらね、ちゃんと資料持ってきなさい。嘘つきばあさん支援してる人、恥を知りなさいよ、恥を。詐欺罪ですよ、あなた。詐欺罪ですよ、分かってる？